胸のりチャンネル始まるよ。皆さんこんにちは、胸のりチャンネルです。今日はね、この剣道さんのベンツをちょっとね紹介していきたいと思うので、剣道さんと一緒に撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、まず剣道さん、この車を選んだ理由を聞かせてください。はい、選んだ理由ですか。はい、この方のベンツにずっと憧れてた。昔から憧れてて、で、まあ、僕世代ではないんですけど、ギリ僕は中学生ぐらいやったんで、全盛期は。はい、ですけど、やっぱテレビとかでこう見てたり、ドラマとかで、それこそ長渕剛さんが乗ってたじゃないですか。はいはいはい、これがなんか僕の中でザ・ベンツっていうのがあって、でもまあね、僕もこう年を重ねるごとにいろんなベンツがこう出てきて、はい、あのね、そのなかなか乗る機会っていうのがなかった、はい、で旧車ってなるとやっぱりそのね、なかなかこう故障とか、ね、いろんな面があるっていうのがちょっと怖いなっていうのがあったんで、なかなかこう踏み切れなかったですよね。あ、ですよね。でも、あ、でも、まあ、ある時、まあ、ご縁があって、はい、この車と。あ、だから探しててちょうどいいタイミングでこれが出てきたっていう。そうなんですよ。もう今しかないなと。あ、だからその S 株を売ってまでこれが欲しかったっていう。そうです。渋いチョイスです。いえいえいえ。いいですね。これは結局なんていうグレードというか車種になるんです。はい、これは300SE です。300SE。だから今でいう E クラスとか S クラス。S クラスです。S クラスになる。S クラスの今でいうだから S550 とか560じゃないですか。はい。あれがまあ V8 エンジンなんですけど、S の300とか S400。はいはい。まああっちの V6 で。これは直6です。あ、直6。へえ。はい、渋いですね。じゃあちょっと車いじったポイントですかね、はい、ちょっと紹介してください。そうですね、まず前からですかね。前から、はい、特にエアロとかそういったものはついてないですよね。ついてないですね。これが素の状態ですよね。そうです。で、グリルとかは、はい、グリルも純正なんですけど、もともとここがあのグレーなんですよね。はいはい。うん、でそこを僕は自家塗装しました。あ、自家塗装。はい、剣道さん唯一の自家塗装です。そうです、 DIY です。へえ、はい。まあ、黒でいいですよね、渋くね。そうですね、締まってきますよね。あのなんかね、これもめんどくさかったんですよ。これ一本一本こう外さないといけない。外してスプレーで拭いて。そうなんですよ。まあ、めんどくさかったんですけど、まあ、やってよかった。バンパーとかノーマルの色なんですか。これもノーマルですね。すごいですね。はい、昔ね、こういうツートンがね、入りましたよね、はい、クラウンとかでもね。そうです、そうです。はい、で僕は基本的に昔から言ってるんですけど、メッキは撲滅派なんですよ。そうですね、でもメッキいっぱいあるじゃないですか。メッキを今回こう残してやっていこうかなと。今回は残すパターンですね。今回は残すパターンですね。はい、あとはコーナー、レンズ。オレンジからクリアに変えたってことですね。はい、変えましたね。前はそのくらいですかね。前はそうですね。でサイドはやっぱりホイールですか。ホイールですね。ミッチリンの。ミッチリンのタイヤ入りましたよ。憧れの。これホイールは HWA っていう。はい、そうです。これはどこのメーカーなんですか。これはあのメイドインジャパンの。あ、日本の。はい、日本のメーカーさんで、これも結構ね、昔の要は何ですかね、AMG の人でホイール。はいはいはい。をまあ、うん、イメージしたような復刻版というか。でメイドインジャパンなんで、もう安心。そうです、そうですね。安心安全の。これ16です？17です。205017ですね、はい。前後一緒です。そうです。17でサイズ、ちょっと幅が広いんですかね。そうですね。9J と 10J やったかな。あ、235-45-17。235-45-17。はい。まあ、なんかこのスタイルにこのパツンパツのなんかね、引っ張った感じがかっこいいですよね。そうなんですよ。これもタイヤ入れてもらうとき、あの、ガス入れてこうバーンってこう膨らましてやってもらってって感じですね。であとはもっとこうスラスラまで出しとったんですけど、ちょっとあまりにも出しすぎて。でもこういう車だとちょっとこう、うん、内側でね引っ込んだ状態の方がかっこいいですよね。つら攻めるよりね。あとはもうこのフカリムがお気に入りです。ですよね、はい、深いですねこれね。はい、いいじゃないですか、かっこいい。いや、そうなんですよ。もう見た目はもうね、やっぱりすごくねえ、はい、渋いです、今の時代にこの格好ってね。あ、でもやっぱり現代の車を乗り慣れてしまってたら、まあ、いろいろ不便な部分もあります。まあ、ETC とかもついてますけど、あ、
なんかやっぱ乗ってて、なんていうんですかね、今の車ってこう、あ、運転してるというよりはなんか自動でこうなんかこう、あ、そうですね、簡単に、うん、でもこっちはもう運転してるって感じです。でも楽しいんじゃないですか、逆に。楽しいです、楽しいです。ですよね、はい、うん、そう、自動で止まらないし、そうです、怒られないし、怒られない、はい、そうなんですよ。へえ。だシフトもこうね、ガチャガチャってするタイプなんで。ああ、はいはい、あの今までずっとこのね、あ、レバーですね、レバーやったんで、ウインカーみたいなところでね、こうやってますこうやってますサイドはホイールがメインですよね。そうですね、あとはローダウンをして、うん、ダウンサスですね。あ、ダウンサス、エアじゃないんですね、はい、昔はね、はい、ダウンサスです。で、リアはクリア、リアはもう、はい、そうですね、もうテールランプごと交換して、うん、クリアですね。こっちが、こう普通オレンジですね、うん、ああ、ですね、はい、このアンテナはこれはもうこだわりのドコモ、昔からのドコモのドコモ、はい、ドコモアンテナですね、まあ、使えないですけど、まあ後でちょっと中見てもらったら、ね、分かるんですけど、まあ、電話もまだついてましたねじゃあ外装はそんな感じですかね。そうですね、外装はそんな感じです。はい、はい、じゃあ中見してください。はい、じゃあ中見していただきます。あ、はい、はい、ケンドさん、じゃあ中のこだわりは、中のこだわりやっぱこの電話ですかね。電話ですね、やっぱりね使えないですけど、ですね、ドコモって書いてます。そうですね、これが昔の要はデジタルっていう、しかも有線っていうね。そうなんですよなかなかね、これを残すこだわりですよね。やっぱ残すこだわりが、でオーディオも本当はね、あのこれもナビもな、もちろんこの時代なんでですよね、ないんで、これごと変えてこう出るようなやつとかにしようかって話もあったんですけど、うん、やっぱこう古き良きものを残そうということで、カセット残して、残して、一応電源は入るんですけどスピーカーつないでないんで。あ、そうなんです、ならないですよ。で音楽はこの Bluetooth で。ああ、そういうことですね。はい、つなげてって感じですかね。であとはまあデジタルミラーとか、まあ、この辺はやっぱりね、めちゃくちゃ近代的になってるじゃないですか。もうバックミラーがないと不安でそうですね、はい、あ、カメラもないですもんね。だからこれをカメラ代わりにしてるし、そうです、そうです。あとはハンドル、ハンドルモモですね、懐かしいモモですね。懐かしいでしょ。懐かしいです。モモハン、モモステ。モモとウッドのね。そうです。変わったウッドのコンビは。はい。で、あとは、あとマルコホーンですかね。あー、マルコホーン、ちょっと鳴らしてみてください。はい。もう、懐かしい、マルコホーンです。懐かしい。僕もつけてました、マルコ。おお、懐かしい。あの青と赤でシルバーの道ですよね。マルコホーン。マルコホーン懐かしい。あとは、あとはカーペットです。あ、そうですね、うん。これはカーペット。カロ、カロかなんかのですけど。これカロじゃないですけど。カロはちょっとねお高いんで。ああ。でもこれ用の車種でカットしてもらって、そうです。はい。そうなんですよ。これとぐらいですかね。まあ、あとはちょっと後ろにウッディが転がってる。ああ、そうですね。ウッディ君が転がってますね。はい、あとこれじゃないです。やっぱ懐かしい。あ、MCM の。MCM の。これね、もう世代。懐かしい。はい、皆さんね。まだ売ってるんですね。ネットで探しました。ハンティングワールドか。あ、そうです。そう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 。そうです、そうです。50代あるあるですね。そうですね。であとは、あとはね、ちょっとボンネット、エンジンルーム見てもらいたいんですけど。大丈夫ですか、順番的に大丈夫ですか。あ、大丈夫です。中行ってまた外行ってまた、はい、全然大丈夫です。何でしたか今、そんなところにレバーが出てくるんですか。そうなんですよ、これ S クラスのこれが引っ張って開けるっていう、すごい221もこのタイプですね、確か。でこれが直六のエンジンなんですけど、この当時からね ABS ついてたりとか。あ、本当だ。でここスカスカでしょ。スカスカですね。何これここなんかあったんじゃないですか。なんかそう、あったのかなっていうレベルなんですけど、まあもともとこれなんか V8 エンジンを乗せるために、S560、V8 の、それを乗せるために作られてるんで、このね、そこに3リッターのエンジンが直六のついてるんで、ここ余ってるみたいな。ですね。形ですね。ほんと猫が住んでもおかしくないぐらい。そうなんですよ。それね、猫入れますよね、こっからね。そう、なんぼでも入ってくるんで、本当にね、車庫から出すとき一回ドンドンってやるんですよ。ボンネット、ね、バンバン叩いて出ていけよって言ってから。そうですね、いきなりエンジンかけてギャーって言われたらね。そうなんですよ。ほんと昔の車やからその猫が入るっていう、はい、ね、昔はだからアンダーカバーがないんですね。そうなんですよ、このねガラスですしね。ああですね、
なんか作りはもう単純ですよね、うん、本当に。まあ、でも壊れてもね、直しやすい感じですよね。そうです、そうです。かっこいいですね。良き車ですね。ここら辺コード変えたんです？あ、それも、はい、変えました。なんかちょっと見た目をね。ですね。はい。なんか何があんま変わるかわかんないですけど。あんまよくわかんない。多分ちょっと速くなる。ちょっと速くなった気がします。はい。あとバッテリーもちょっと容量大きいのにしました。あ、ですね。はい。ちょっと心配ですよね、なんかね。そうです、そうです。古くなるとバッテリーって。はい、まあ、シンプルで。でもこんなのなんか好きになるってかっこいいですね。ああ、本当ですか。うん、渋いですね。もうね、みんなね、新しいに行きがちですけど。そうですよね。この格型というのか、あの時代の。ね、ケンノさんこれ買ったっていう時、もちろん S 株残してるんだなって思ってたんですよ。はい。S 株売ったっていうか、はい、売りました。さすが男だなって。やっぱ一人のね、うん、やっぱ女性を愛するのと一緒に。ああ、そうですね。一人の。さすがです。めっちゃ叩かれませんから、大丈夫ですか。いや、お前コロコロ乗り換えてるやんけって言われて、そうですね、ですね、2年ごとくらいですね。そう、1年ごとに乗り換えて、1年ごと、はい、浮気症やなって言われて、悪いやつですね。まあでもね、1台ね、そうですね、これを愛してください、愛して行く方がいいかなっていう感じですね。はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。これぐらいですかね。そうですね、はい、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今日はケンドさんのね、このベンツのかっこいい、古いですけどね、これを愛してる、いい、ね、はい、お得意っていうのを見せていただきました。お値段もいいですよ。でもお値段いいんです。これお値段もね、お値段公表してます？お値段公表してないです。してないですよね。してないです。しない方がいい。まあそこそこ、ね、そこそこね、そこしてますね。かかってますね。だからかかってもこれを買いたいっていうね。そうですね、ところが、はい、はい、お得意感じました。あ、いえいえ、はい、ありがとうございました。はい、はい、あ、よかったらチャンネル登録お願いします。ケンドさんのね、チャンネルも登録よろしくお願いします。はい、します。リンクも貼っておきますんで、はい、はい、チャンネル登録お願いします。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。